はい、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。冬になるとさ、そのイルミネーションをしている人が多くて、まあお家にね、イルミネーションっていうか、そういう光り物をつけて、まあピカピカさせるっていう方がたまに見かけますよね、住宅街の中で。まあそれはもう本当に、あの周りの人に迷惑をかけないように、まあ、その一部分だけをきれいにするとかっていうのはありますけど、うちの近くにもね、そのカビじゃないけど、あのある程度ちっちゃいねものをやってたりとかしてるんだけど、もう本当に数年前、このコロナになる前からずっとね、10年20年ぐらいあのイルミネーションをしている方の特集を組んでたりとかしてて、テレビでなんかでね、結構それを見るのが面白いなと思うし見てたんだけど、最近見なくなりましたよね。やっぱこのあのまあ電気代とかそういうのも含めて高くなったっていうことで、まあやらなくなったっていうのもそうだし、うん、っていうのもあると思うんだけど、やっぱコロナの関係上ちょっとね、集まってきちゃうと、まあ爆発的にそういうのでかかってしまう人がいるっていうことでね、まあやらなくなった、仕方なく、まあ、やめたっていう人もいるのかなとは思います。うん、でね、まあ面白いなと思うのは、本当にその時のトレンドをまあいろいろとね研究してとか、そういうのやってたりとかしてて、あのトレンドというか、まあその時に流行ったなんだろう、映画だったりだとかタレントさんのものが、そのハンズだったりとか、ハンズじゃない、ハンズだ、東急ハンズだったりだとか、あとまあね、ドン・キホーテとかそういうところに売ってるならば、それを取り入れてやるっていうのがあったりとかしてて、まあお金かかってるなと思うし、その前面だけじゃなくて、お家のその通りから見えてるところじゃなくて、裏側も結構凝ってたりとかしてて、もうそうだし、お庭の方もその置物だったりだとかデコレーションとかそういうのもすごくあって、でそういうのは多分隣近所の口コミなんだよね、最初はね。本当にそういうデコレーションやってるよみたいな、デコレーションっていうかイルミネーションやってるねって、うん、でどんどんそういうのが、まあ今でいう SNS、 Twitter などで、まあ、場所は言えないけど、こういうお家がありましたみたいな、冬になると、こういうねお家をきらびやかにしてる人がいますみたいな感じで出てて、でそれが場所が特定されて、どんどん行くっていうのはあって、結構ね、最初のうちはウェルカムだったりするんだけど、だんだんと有名になって、もう10年20年やってると、あのゴミ問題がすごくあったりとかしてて、その隣に映えるために、映えるものっていうかさ、映えを取りたいということで、本当に隣近所の、隣と向かい側とかの人たちのお家の敷地内に入ってしまうっていうことが、まああったりとかしてて、まあ変な話、出店みたいなのも出てきちゃう場合もあるみたいなんだよね。そのキッチンカーじゃないけど、うん、なんかそういうのがあったりとかしてて、ちょっとね、そういう、まあ行政じゃないけど、そういうのがやめてくれっていう風になったりとかしてて、結局はやめざるを得ない
ことになってしまったっていう場合もあるみたいです。だから本当に気をつけてくださいねっていうのは言ってるんだけど、うん、でそこまでなるのに、その家主さんのきっかけは何だっていうと、やっぱり子供さんがいて、子供がちっちゃい時に、まあ最初はね、本当に家の中のツリーでピカピカしてるのをキャッキャッキャッキャやってるのを見て、まあどんどんきらびやかに大きくなっていったと。で、多分前面だけ、そのお家の正面だけをまあ綺麗に、まあ素人なりのものをやってたりとかするんだけど、それがどんどんね、隣近所で、ああ綺麗ねって言われて、どん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 やっていったらすごいことになっちゃったっていう感じになってるみたいですけどね。結構そういう風に、まあ、言ってる方が多いです。多かったような気がする。うん。で、まあそういう特集みたいなのも冬の時に、11月とかね、そんぐらいの時に特集されていたなっていうのは覚えてます。今何してんだろうね、そういう人たちね。やっぱ11月12月ぐらいの年季帯っていうのが、その当時ね、まあ、2、30万するっつってたな、100万円近くしてたっていうような感じ言ってて、その2月ぐらいだけで。だから今やっちゃうとそれの倍ぐらいになっちゃうから、もうやんないだろうし、うん、まあやんないだろうなと思うよね。やってても本当に初心のあのちっちゃいやつになってたりとかするだろうし、まあまあ今はね、省エネのものがあったりとかするだろうけど、まあどうしてんだろうねって思いました。皆さんどう思いでしょうか。以上です。